はい、じゃあ皆さん改めておはようございます。おはようございます。本日はですね、鶴ヶ島フットサルリゾートが送る今日第1回のレディース大会となります。皆さんありがとうございます。第1回にふさわしくですね、最高の日曜日になるように私は全力で皆さんをおもてなしさせていただきますので、よろしくお願いします。責任者の小野です。よろしくお願いします。今日はですね、最初にふさわしい4チームのですね、埼玉県を代表するチームの皆さんにお集まりいただきました。もうせっかく開会式やってるんでね、ちょっと紹介させていただきます。 FC ケンティーレディーさん、彼女たちはですね、こちら鶴ヶ島フットサルリゾートのこのお子様のサッカースクールの基本的なお母さん、ママさんたちで構成されたチームで、もう本当にもうインサイドキックから教わった皆さんがですね、どこまでできるのかというね、腕試しの日でございますね。はい、そしてルルスズさん、そしておとび川口市から来てくれました武南高校サッカー部の皆さん、はい、誰キャプテン、じゃあキャプテンせっかくだから一言言ってみよう。この人前で話すっていうのがすごい大事よ。はい、言ってみよう。ああ、思春期だね。ちょっとね、解説すると、サッカー部でもう武南高校さんだけも埼玉県で唯一こうフットサル部があるんですよね。で、皆さん高校1年生。あ、1年生が多いけども、でサッカー、フットサル始めたばっかりの子がすごく多いんでね、で今日ぜひ楽しんでてくださいね。はい、武南高校さんです。そして FC サプライズさん、どんなサプライズがあるんでしょうか。これね、皆さん元気な4チームが集まっていただきました。楽しんでいきましょうね。で、今日景品です。景品もですね、なるべく女性の皆さんに喜んでいただける景品をご用意しました。優勝チーム、スターバックス1000円7枚、これいいよね、いいよね、いいよね、はい、で MVP、 ネイル無料チケット1万円分、はい、で MVP の選考基準、今のうちに言っときますと、僕あんまり上手い下手とかあんまりそっちどうでもいいんですよ。やっぱ大会を盛り上げたとか、そう目立ったとかね、そういう人にこう表彰したいなと思ってますので、こちらレフリーが決めさせていただきますので、ぜひ皆さんレフリーに向かってアピールお願いしますね。あんまり上手い下手僕問わないですからね。はい、そして最後じゃんけん大会でコスメグッズいろいろ用意させていただきましたので、最後じゃんけんで盛り上げていきましょう。特別ゲストでこの女性のフットサルの行ってる最高峰といえば、サイコロさんというフットサルチームがあって、埼玉県で唯一こう女子日本女子リーグっていうね、サッカーでいう J リーグのフットサルの女子バージョン F リーグに所属しているチームさんがいらっしゃるんですが、彼女たちが今日ね、遊びに来てくることになりましたので、最後ワンポイントレッスンという形で20分ぐらいちょっと時間を設けさせていただいたので、最後はみんなで楽しくね、こうフットサルを勉強した楽しい1年楽しい大会にしていきましょう。はい、さあ第2試合、武南高校対 FC サプライズさんですね。ベンチも声出していきたいですね、サプライズさん。さあ、いこう。はい、ナイスキーパー。はい、大会はめちゃくちゃ盛り上がっております。女性の皆さんがね、もう大活躍で運営冥利につきますね。天気もいいですしね、まだまだ続いてます。今日はですね、その遠くところで活躍する選手、そしてフロントスタッフの方をお呼びしてですね、このフットサルの楽しさをこの選手の皆さんからお伝えいただく、そしてフットサルを始めた皆さんにとって一歩でもこの選手の交流につながればという思いで、今日はこんなワンポイントレッスンの時間を設けてみました。僕ばっかり喋っててもいけませんので、早速紹介したいと思います。最高の選手の皆さんです。
僕の成長が見られたのが、本当にこれを、あります、はい、いうところでも、ぜひ見ていただいて、やっぱり細いところにこだわればこだわるほど、はい、じゃあ皆さん大会お疲れ様でした。今日は、ね、スペシャルゲストもお越しいただいた初めての鶴ヶ島フットサルリゾットのレディース大会いかがでしたでしょうか。怪我はなかったですか皆さん。ありがとうございます。だから逆が滑って心に怪我をした人はいませんか。はい、あ、やっぱいますね。僕もです。今日はね、4チームの皆さん参加いただきました、第4位から発表させていただきましたので皆さん大きな拍手お願いします、はい、第4位接戦の末FC ケンティレディさん、名前出せないから。そして一番遠いところから来てくれましたわらび、かぐじわらびね、わらびですよ、わらび、もう都会の都会ですよ、埼玉のブラン高校女子サッカーチームさん。そして準優勝、これ決勝戦めちゃくちゃ盛り上がりましたね、見事なボールを満たしていただきました準優勝、惜しくも FC 札幌さん、おめでとう。そして優勝はぶっちぎりなのか否か、ブルー先生さん、おめでとうございます。ぶっちぎりなのか。衣装はグーじゃんけんぽい。グーの方だけ、グーの方だけ残ってください。グーの方だけ。